こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回はユーザーさんのリクエストにお答えして動画を作っております。以前ですね、チャンネルをカスタマイズというのがね、仕様変更になる前はフリートークっていうタブを簡単に非表示にすることができたんですけど、そのチャンネルをカスタマイズが変わってしまったんで、どこでフリートークタブを非表示にするのという状況が起きております。今回はね、そのフリートークのタブを非表示にする方法についてお話をしたいと思います。はい、私のチャンネルのトップページです。ここにフリートークがありますね。クリックするとここで皆さんと情報交換ができるというね、フリートークのタブがあります。以前はね、このチャンネルをカスタマイズクリックするとできたんですけど、最近ねこれ変わったんですね。レイアウト、ブランディング、基本情報だってレイアウトの中にないんですよ。しかもこれブランディングにもない、もちろん基本情報にもない。じゃあどこで設定するのかということなんですが、この左側のメニューの下から2番目、設定あります。ここをクリックします。はい、そうしますと、設定のダイアログボックスが表示されます。はい、このボックスの中のね、左側のメニュー、コミュニティをクリックします。はい、そうしますと、自動フィルターとデフォルトのタブが開きますね。このデフォルトのタブをクリックします。はい、ここなんですね。ここ。この右側にフリートークタブのコメントとあります。これコメントなんですけれど、ここを使います。はい、この下向きの黒い三角形クリックします。ここでね、コメントを無効にする。ここをクリックします。はい、そして保存を押します。はい、これでね、これと違うので、これで一回、チャンネルを表示しましょう。いきます。はい、これでほら、ここにあったフリートークのタブが消えました。ですんでね、フリートークタブを非表示にするということではないんですね。もうこれはめんどくさいんですよね。この設定の、コミュニティ、デフォルトで、フリートークタブのコメントを無効にすることによってフリートークタブを非表示にすることができます。はい、なんかややこしい、めんどくさいですよね。フリートークタブを非表示にしたいのにコメントを無効にしないといけないということなんですね。はい、ただしチャンネル登録者1000人以上の場合にはフリートークの代わりに、コミュニティというタブが開きますけれど、なぜかねコミュニティタブに関しては非表示にするっていうことがねできないんですよね。はい、またねコミュニティに関してもねとあれこれ調べてみたいと思います。多分コミュニティタブはできないんじゃないのかなというふうに思っております。はい、ということで今回はねフリートークタブを非表示にする方法についてお話をしました。今回この件で失礼します。このようにしてね YouTube に関して作ってほしい動画ございましたらねコメントの方にリクエストお待ちしております。あとチャンネル登録もねよろしくお願いします。